こんにちはこんにちは。こんにちは三橋 TV のお時間ですこの番組は月間三橋会員の皆様のご支援によりお送りしておりますキャスターは私光景の後三橋貴昭です三橋 TV は三橋貴昭のブログ新世紀のビッグ村さんへのエントリーを取り上げ視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたしますはいチャンネル登録はこちらからお願いいたしますはい えー、選挙が終わりました。はい、結果はわかりません。はい、<laughs> 取ってるのがその前の週なん,でなんですけどね。いずれにしても、その物価対策、はい、物価高対策っていうのは喫緊の課題ですし、そのエネルギーに至っては、その供給能力不足の問題ですよね。うん、あの、電力気代が上がるって問題もあるんだけど、それ以前に供給が足りなくなるんじゃないかと。うん、節電してくださいみたいな、ね。そうですね。いう話になっちゃってるじゃないですか。うん、で、タイミング悪いことに、猛暑なんですよ。うん、はい。 いや、6月から異常でしたよ、本当に。あの、東京は少なくとも。うん、で、節電してくださいはいいんだけど、エアコンを使わないでくださいってことですか ?28 度に設定してみんな集まってそこでテレビ見てくださいみたいな、そういう話なんですかよくわかりませんけども。いや、死者が出ますよ、これ。はい、で、これ完全に政府の、その電力政策の失敗なんです。うん 今日はね、話してなかったんだけど、ちょっと発送電分離の問題について、はい、詳しく取り上げてみたいと思うんですね。はい、というわけでその前に、三橋経済塾第11期ですが、第7回講義が、えー、ゲスト講師鈴木啓生先生を招きして、7月16日に開催されます。えー、討論でございますが、第41回、平野正門の欄、新能歴史時事実、第41回、神がそれを望んでおられる、が、えリリースになりましたので、ぜひご入会いただきたいと思います。これはだからまあ、参議院選挙の前の記事なんですけど、 6月25日のエントリーですね。政府が国民にせっ節電を求めている時点で異常だと。いう話なんです。これはびっくりしたけど、その物価高対策で、岸田内閣が最初何言い出したかというと、はい、あの東京電力とかが節電するとポイントってのがあるのね。<ー>そこに支援しますよと。すると、だいたい一般家庭でどのぐらいその電気代が安くなるかって言ったら数十円と <laughs>。なめてんのっていう。うん あれはさすがにあの批判が殺到したようで、すぐこれを言い出したんですよ、えー節電。節電ポイントの施策の参加する過程にまず2000円相当のポイントを付与し、なんで2000円なんだよと、学的になんかそぼいてのもあるんだけど、うん、節電が前提になってるんですよ。うん、つまり、節電を政府が要請せざるを得ない時点で発展途上国なんですけど、うん、これ実はね、もうフィットの問題とか、原発停止の問題とか、あと電力の小売自由化の問題もあるけど、 発送電分離が結局究極に効いてきてる。発送電分離っていうのがいまいちわかんないんですけどいい質問です。もともと電力サービスというのは、はい、電力会社がですね、発電からその氷、あるいは配電まで全部やってた。送電はもちろんやってんだけど。はい、そ,してそしてね、我々は、なんて言うでしょうね、そのまあ、多少確かに電気代高かった。はい、で、電力会社は原価に利益を乗っけるという形で超安定経営が保障されたんですよ。 そのかにね、その代わり、電力会社は発電を多様化していた。はい。だから、例えば LNG 価格上がりましたからと、だからと言って、いきなり氷の価格がバーンと上がることはなかった。今そうなっちゃってるけど。はい、電力自由化のおかげで。はい。そうじゃなくて、その分はじゃ水力でカバーするとか、原発でカバーするって形で、その我々に安定的に安い価格で電力を提供するというシステムが成り立ってたんですよ。うん、はい。まあ多少、それでもちょっとた高かったって言われたら高いんだけど、その高い分っていうのはね、 ある意味保険だったんですん保険。はい。れもそんなバカ高くもなかっにそんなバカ高くない。違う、今の方が高いですからね。今の方が高くなっちゃってるんだけど、その、まあ、それなりの料金で安定的に、いつでも電力を好きなだけ使いますよという、はい、そういう保証ですよね。うん、エネルギー安全保障が実現していたわけなんですけど、はい、これは市場原理的には間違ってるんですよ。市場原理的には。市場原理的にはですね、価格の弾力性っていうのが必要で、 例えば、電力需要が高まったときは、タバコ売らないでしょ、電力会社。はい。はい。あれ市場原理に従えばね。は,<ぁ>はい。で、それで、え、電力、え、電気をみんな使わなくなったら、じゃあ安くせざるを得ないでしょ。っていう、こう、価格の弾力性っていうのがですね、その電力サービスに必要だとかいうわけのわからない議論が出てるんですよね。うん、出てきたの、あの時で、よくよく考えてみてください。今、電気料金上がってるじゃないですか。はい。じゃあ、10倍になったらどうなりますへー。使わんでしょ。はい。そういうふうに、まあ、エアコンつけないで熱中症になるかもしれないんだけど、うん ということで、でもそれは、それは、あの、市場がその価格決めてるんだから仕方ないでしょっていうのが、これが市場原理的な、あの、電力サービスに対する考え方ですね。でも電気ってそうやっていいもんなんですか公共サービスだからいいわけないでしょという話で私はずっと反対してたんだけど、はい、結局、そまず電力の氷の自由化が必要ですと。あるいは発電部門の自由化が必要ですと。そこに新規参入増やしましょうって話になっちゃったんですよ、ね。その場合でしょその場合に、 今の大手電力会社が発電部門を持ってるわけですよ。はい、持ってる。うん、そうすると、新たに新規参入してきた発電会社をちゃんとフェアに扱うんですかと。それだったらなかなか確かに難しいなと思う。うん、うん。え、なんでこんなやつの電気使わなくちゃいけないのってなるでしょ、はい、ヒキットも含めてですよ。うん、はい。ということで、発電部門をその電力会社から切り離すっていう形で、その分社化が行われたんです。<ー>東京で言うと、えー、実は東京電力って今会社ないんですよ。はい、知ってた え、知らないです、ね、東京電力、東京電力言ってんだけど、はい、東京電力ホールディングスっていう発電会社と、うん、東京電力えパワーグリッドという送配電会社に分かれてるんです。<ー>だから、え、コケさんがもし東京電力の電気使ってると思ったら、それはパワーグリッドの電気なんです。はい、で、あの、そのへ、変な話だけど、その、パワ例えば東京電力パワーグリッドと東京電力ホールディングスの間の関係は断ち切らなくちゃいけないってことになったどうしてですかだから、 あ人間関係が深いとこっちの電気使って新規参入組み使わないというのアンフェアな扱いするんじゃないのみたいな、はい、そこまで法律で定めたのだから取締役の権利もできないですは,<ぁ>はい。人事交流もやっちゃいけないみたいなねえじゃあここはどっから電気あれしてるんですかだから卸売市場っていうのをこう架空に作りましてそこに東京電力ホールディングスを含むいろんな電力会社が参入して電気を売るとパワーグリッドに、はい、という形になってるんですけどねここで考えていただきたいのはその東京電力ホールディングスですよねはい えー、これ何が問題になってるかというと LNG の価格が上がりましたと、うん、結果新電力氷,氷しかやってなかった新電力がばたばた倒れてますけど、うん、それはだって東京電力ホールディングスだと困るんですよだってコスト上がっちゃうじゃないですかうん、うん、コスト上がっちゃうと、はい、ただその政府からはその安定供給っていうのを求められてるんです相変わらずそのパワーグリッドも東京電力もおかしな話なんだけど、うん、そうすると価格をむやみやたらと引き上げることができないんです東京電力ホールディングスとしては、はいはい、ということはどうします どうすするんですかつまりコスト高の火力発電所を廃止するんですよ特に老朽化してるやつえ老朽化するとコストがかかるんですかかかります非常に非常に<ー>非効率だからしか<ー>老朽化って半世紀前だよ作ったの<え> <laughs> はい。私より年上の火力発電とか現役で動いてたんです<ー>原発止めたせいで、はい、いやこれだからこれをさすがにここで原油とか燃やしたらめちゃめちゃコスト高になっちゃうから採算割れしちゃうから、うん、ということで廃止ってことになってるわけですよはいそれも影響してるのうん だからね、すでにね、東京電力、えー、ホールディングスか、は、えー、確かに原発4基分ぐらいの火力発電を廃止することを決定してんの。ほとんど老朽化してる火力発電所なんだけど。はい、となるとですね、そこで、例えばに、あの、日本政府がですよ、あの、節電を求めるんじゃなくて、東京電力に対して、いや、ちょっと待てと、ちょっと待てと。あの、老朽化した火力発電所、 不採算だろうが何だろうが動かせっていう風うな命令ができますかってなったら、ここは一0の話じゃなくて、うん、ちょっとこれ無理ですと、電力会社側としては断ってもいいんですし、うん、あるいは指示をに従ってもいいんですで。実際、えっと、姉崎かな千葉の火力発電所は本当は廃止する予定だったんだけど、動かすと。うん、ただ採算割りしちゃうんですよ。はい。はい。すると損したんです。東京電力ホールディングスとしては。はい、どうするでしょう、日本政府。えー。 え、なんかそういう補助っていうか支えるんじゃないんですか、うん、皆さんユーザーに対して、こう、料金上乗せすることを認めると。あ、そっちですか <laughs> <laughs> すごいですね。すごいでしょ、この発想。はい、<laughs> すごい。マジでそういう決定を経済産業省とか n h をやってるんですよ。へな<ー>んじゃあれと。つまり、そ、結局、その、要は、発送電分離と、えー、原発を停止していること。さらには、あの、火力発電のね、切り替えの、その余力を電力会社から奪ったことによってですね、 結局また我々増税ですよ。うん、事実上のね。うん、っていうことになっちゃう,うどうしたもんですかねという話ですよね。えー、で、えー、私ね、怖いのがね、この節電っていう言葉、なんか節電って言葉が非常にクローズアップされてませんはい。でな、なんとなく感じません、ね、そろそろ、いや、節電しない方がおかしいんじゃないかああ、あの感じですかはい。あ<ー>はい。飲食店は営業する方がおかしいんじゃないの<ー>みたいな空気がポロッポロッて生まれてきてますね。はい で、なんか節電のブームみたいのが変な風に起きてるわけ。これが一番いい節電方法です、みたいな。<ー>はい。これ情報操作やっていくわけ。<ー>すると最後どうなるでしょうか最後節電警察の登場でございます。<ー>はい、6月26日、節電警察です。はい。自粛警察みたいな。そう<ー> <laughs> ということでですね。いや、これね、完全に政府の責任じゃないですか。はい。あの、電力自由化にしても、あるいは、その、発送電分離しても、原発を動かさないことにしてもね、あるいはフィット導入にしても。うん で、その責任取りたくないじゃないですか。あ、だから他に向けるんですね。そう。だから、その、まあ、要は節電しない人。うん、私みたいな人だね。はい、うん。こういう、それあいつはなんか非常にけしからいやつだと。はい。うん、俺たちはこんなに節電して苦しんでるのになんであいつ電気バカバカ使ってんだみたいなこう空気を醸成していくわけ。えー、それで攻撃させるわけ。する<ぁ>と、肝心からの攻撃が政府にいかない。はい。<laughs> というせい自検察になるんじゃないのと思ってたんだけど、うん、ちょっとそれどころじゃないなと。 これすごいですね。これ6月25日なんですけど、伊勢崎市で6月の気温としては国内最高の40.2度を観測したと。うん、どうなっとんじゃん、世界はと。世界はですね。はい。暑いですね。暑いです。これで節年ですか死者、うん、が出ます。うん。でも、そのあの、なんでしょうね。それは、個人の、その本人の自己責任です。 てのに加えて、あ、じゃああれですかと。じゃあ完全に価格弾力性を、まあ、フリーにしてしまって、じゃあ電気使うと1ヶ月10万円とか言っていいんですね、みたいな、そういう変な攻撃をしてくるわけですよ。<ー>そもそも大元間違ってるから、はい、そういう感じのレトリックね、なんか非常に醜くて、なんか嫌なレトリックがバン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 生まれるわけですよ。これだってあコロナ対策と同じでしょだから。 頭いいですよ、私。はい。絶対クリア、節電系あ。ありそうですね。ありそうです。で、これ大元は何ですかって言ったら、単なる緊縮財政ですよね。うん、はい。別に、あの、あの、東京電力ホールディングスにしたって、その損失は全面的に持ちますから、政府が。う、動かしてくださいって言ったら動かせますよね。うん。え、それじゃダメなんですかうん。本来おかしいと思う、私。だって、全部民営化って話でしょ電力会社については。はい、まあ、一応その、 あの、まだ安定供給の義務みたいなのが残されてるのですから、それが逆に変な話なんです、私の話でら。だって市場に任せるってことは全部自由じゃないですか、と。はい本来は。だから東京電力ホールディングスが、あ老朽化した火力発電所を、あの、燃やすと、どんどん、あの、赤字になっちゃうから、や、これ止めた廃棄ですよ、と。当然ですよね。当然ですよね。はい。あるいは、その東京電力、え、パワーグリッドの方ね、や、こ,こパワーグリッドの方が、こあの、卸売市場の電力価格が上がってますよ。あ、じゃあこっちも上げます、と。 氷の方も上げてきます。っ、うん、やるのも、これも自由じゃないですか。はい。で、結果的に、その1ヶ月の電気料金が10万円、20万円、30万円とか言ったらみんな使えなくなるんじゃないですか。節電、節電がね、うん。使えなくなっちゃう。自由社会でいいんですか <laughs> はい。いいんですか <laughs> ちょっとあの、国民民主党の、はいあ。国民民主党じゃないやあ。日本代党か。はい、日本代一党の、あの、幹事長さんかあ副代表さんからから面白い話聞いたんですけどね。はい。あのこれウェブに出てるから、映像残ってるから言っていいと思うんだけど、 彼が、その、アメリカの統治されているある島、南の島、うん。まあ日本人に非常にメジャーな島に住んでたことがあるらしいんですよ、うん。やっぱり島だと、その、発電の設備がなかなか持ちにくいじゃないですか、うん。で、その発電所が老朽化して、で、やばくなっちゃったんですって、うん。はい。そしたらある日、新聞に、え来月から電気料金2倍になりますと。ボーンって出ては<っ>、はい、誰も信じなかったんだっては<ー>。そんなことあんのみたいな <laughs>。 本当になったんだって。はい。そしたら翌月ですね、さらに2倍になります。ドーンって出て、本当になったんだって。へ、えー、あっという間に4倍になったそうです。あ<ぁ>。そしたらもう電気使えないんですよ。はい。高級品になったんですよ、電気。電気使えるのは金持ちの証なんです。あ、これ最近の話よ、ちなみに。え、最近ですか <laughs> だって同い年ぐらいでしょあの、副代表さん私と<ぁ>、はい、そう。それで、どうなったかというと、もう電気を使うことができないということで、だから部屋の電気とかも使えない。お金がないから。お金がないから。うん ということでみんな、あの庭にテント張って、そこでガスコンロで、あのであ、ガスレンジですね。えっ、ー、と、カセットコンロ。うん、カセットコンロで煮きして生活するようになっちゃったんだって。へー。これがアメリカで起きた話なんです。<ら>もう日本このままだとそうなるんじゃないですか。はい。だここ異様な話でかか、まず価格弾力性を認めないっていうのは、これは送配電会社とかね、うん、パワーグリッドみたいなとことか、あるいはその発電会社にとって、ちょっと良くないと思いますよ。うん、だら認めろって言ってるわけじゃないですよ。 本来自由にやってください。市場原理レース行ってんだったら、価格弾力性を認めなくちゃいけないです。はい,はい、はい。月10万円だろうが20万円だろうが、それ文句言っちゃいけないんだけど、うん、そんなことできますよできないで。<笑><笑>できないんですよ。さっきの話、はい、あの、その、アメリカの統治領の島じゃないんだけど、できないから、できないから、こうなんでしょう、指示命令とかでやるんですよね。あれは空気ですよ。はい。空気。いや、まさか、ここで、電力料金2倍にしたりしないよね、パワーグリッドさん。うーん。 みたいな感じでね。でも、本,本来民営化されてるんだったら買ってじゃないですか、パワーグリーズはい。はい。というような矛盾が一気に吹き出してるんですよ。うんはい、だからね、結局、なんだろう。まあ、甘えですよね、甘え。だから私は、日本の、その、電力関係の改革に携わった政治家たちは、全員、電力会社に甘えてたんだと思う。ああ<ー>。うん。非常におかしいもん。あの、中途半端なんですよね。全部自由で、ええ、って言うんだったら、じゃあ、どんな料金つけてっていいんだろうなって話になるんだけど、それは許さないから、いや、 いや、だい、分かってるよねみたいな感じで、そこまでやらねえだろうみたいなことやってたらですね、さすがに火力発電所の老朽化したものは、再三割れしちゃうから、えー、東京電力ホールディングスが、あの、まあ、廃止するってことになっちゃったらですね、一気に供給能力不足になっちゃったの。うん、政治のせいで。そして、えー、国民に対して何をするのかなと思ったの節電要請。<laughs> 節電要請とか、ポイント2000円とかね、<laughs> 月1 0円とか。 怒るじゃないですか、政治家、はい、政治家なし、国民が怒るじゃないですか。それを避けるために、節電警察、はあ。なんか似てますね。自じ車が同じ。同じ <laughs> これ結局、禁縮財政という大元がある限り、結局政府は無責任にならざるを得ない。うん、で無責任になった時に、国民の,せあの攻撃が自分に向かうのが嫌だから、国民を分断して争わせるっていうパターンをやるしかないんです。これ論理的に必ずそうなります。うん、お決まりの お決まりのじゃないいけないんだよ。はい、しかも昔の日本でこんなことが起きるなんてね、想像もしなかったですね。うんうん、いつぐらいからそうなってたの小泉政権の時から。あ<ー>やっぱり自己責任論ですよ。はい、自己責任論っていうのが、あの前ね、聞いたことなかった私。うん、って生まれちゃったわけ。で、自己責任論って、非常に政治家楽なんですよね。はい。国民のせいにできるから、うんはい。だからさっきの価格弾力性の話で言うとね、例えば電気料金が普通に月10万円いくようになっちゃいましたと。みんな電気使いません。しかも猛暑ですと。 はい。国民が死んだ。死んでいきましたと。と熱中症でと。大変なことになりましたと。うん、それからは彼らの自己責任でしょうと。と電気代払えばいいじゃない。という感じで逃げれちゃうんですよ、<laughs> 自己責任。そんなはずがないよね。はい、そんなはずがない。そんなこと言うんだったら政治家なんかいらないんじゃないかと。いう話になるんですが、こういう正論が通らないですよね。コロナで分かったでしょ。はい。はい。すべての国民を守りましょうとか、そういうふうに言い続けてきたんだけど、うん、結局自己責任論とか選別論が強すぎて、うん。 まあだから、ね、こう言っちゃうんだけどね、本当全然褒めたくないんだけど、安倍晋三は特別定額給付金やったじゃないですか。あれだけはいい政策でしたあ<ー>、はい。あれを何回もやれば、うん、明細賞として名前も凝ったんだけど、あの、このままだとただ、ただ長くやっただけの支障になっちゃうね、安倍晋三はね、はい <laughs> はい。確実にそうなると思うし、そうしてやるつもりなんだけど、とりあえず、それまだしも安倍はやったんですよね。それに対して岸田は何をやるのかなと。まあ、参議院選挙の結果がどうあれ、さすがに岸田総理大臣が辞めるってことになってないと思うので、はい、勝手に予想して言ってますけども。<laughs> うん で、このコロナも問題だったけど、あの自粛警察も。これ節電って、ガチきついじゃないですか。はい。40度とか言ってる時に、エアコンつけちゃいけないのと。うん。いうことなので、なんだ、だん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 ,だん苦しくなってって、究極のとこまで来たっていうのが私の印象なんですけど、どうですよ。うん。え、ちなみに工場とかも節電要請されちゃうんですかもちろん。はい、えー。もちろん。はい。実際それで乗り切ったんですよ、3月22日は。ああ<ー>。はい で、今年の冬に至っては、あの、もしそれを逆らってね、企業が創業するとなると、それは電力使用制限令ですね。違反ですってことで、100万円かな罰金。だって物作れなかったら売れないじゃないですか。うん、しかもそんなところにも、あの、工場を動かそうとも思わないよ、経営者。私が経営者だったら撤退だよ、撤退。うーん <laughs> せっかくその実,行実質実行カーセレートが下がって、はい、国民が貧困化して、これをせっかくっていうのは何だかど,どっかだと思うんだけど、<laughs> 実際そうだから。はい。そうね。工場が戻ってくるチャンスですと。うん、外国から。もう東南アジアにあの工場出すよりも日本の方が安いですと。円安と人件費の,あの減少下落でと。でも電気の高、ね、そういうことになっちゃうんですよ。うん。ね。 というわけでございまして、今日ちょっと初送電分離の問題ね、今まで取り上げたことなかったから取り上げてみましたけど、どれだけめちゃくちゃなことを日本政府が、日本政治家がやってきたかっていうの分かりますよね。で、彼ら、今回の話が、まだしも、あの、救われるのは、はい、責任取らせることできるから。あいつらに。 生きてるから。<ー>別に暗殺するって言ってないからね。はい、まあ、あのその、潮崎とかは辞めちゃったから、政治辞めちゃったから、ダメなんだけど、じゃあ息子に先に取らせろみたいな。<laughs> 息子は国会議員になってるから。例えば、カンナオトにしって言っても、安倍晋三にしてもいるわけなんで、この電力会、あの、サービスの改革の、この、結末。 を、ちゃんと、あの、国民に、こう、知らしめて、みんなで共有して、それで落選させるって形で責任を取らせることはできる。うん、これやるやんには別にして、できるってだけで、まだしも救われると思うんですけど、どうですかえ、でもやめるよりはなんか良くしてもらいたい。まあそういう責任の取り方もあると思います。うん、まあいずれにしてもですね、こういう問題知らないと、あの、ひたすらこう、節電要請に耐えるか、 あるいは価格の弾力性の拡大によって電気料金がどん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 上がっていくのに耐えるかという地獄の状況がこれから始まることになりますので、うん、ぜひ皆さん今日の動画を繰り返し見てですね日本の電力会社電力サービスの問題点と政治が何をやったのかというのを改めて知っていただきたいと思いますねなぜ日本はコロナで苦しむ国民を救わないのか なぜ日本では自国を破壊する政策ばかり行われるのかなぜ先進国の中で唯一成長していないのか実は日本の没落を望む人々が政府の中枢にいるからでした。そのような内容を解説した書籍が日本の没落を望む7人の反日主義者です。こちらの書籍は書店では購入できません。こちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。 いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。